どうも皆さんこんにちは、VTuber のチャリメジャーでは、今の服装デンマサお気に入ったお気に入りあわーどうしたどうしたなんで前回もう終わりましたもう筋肉の回終わりましたあ終わった、はい、すいません本日は、新刊の情報ありがとうございますありがとうございます本当にありがとうございますはい、ということでね2月19日発売の20周年超感謝メモリアルパック、はい、裏のショーパラレルマスターズ発売直前ということで、はい、チェックアウト情報解禁さえやっております。本当に近づいてきましたね。パラマスね。いよいよパラマスですね。出ます出ます。はい、まずね、これ JTube と JTuber さんのチャンネルでもね、はい、チェックアウトの情報がどんどん解禁されております。まだ見てない方はね、ぜひ過去の動画を見返していただきたいと思います。はい。まだ情報出ますのでね、ぜひ今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、そしてですね、昨日は、ケミクロ放送局さんの方でこちらのカードが紹介されました。どうぞ。ピカチックパラレル。すごい見た目のクリーチャーですね。朝パラ。神々しい。能力もすごいですね。でも古いに使ったね。すごいですね。という感じです。こんな感じがして。ぜひケミクロ放送局さんでご覧ください。はい。チャンネル登録もね。よろしくお願いします。さらにですね、本日はフェアリーチャンネルさんのチャンネルでも新カード。はい。はい、ではですね、本日こちら YouTube で体験されるカードはこちらです、ババーン、ワンケングレンを今月躍動だけじゃございませんよ。チェンゴグレンを蒼天飛翔ということで、来ましたね、このカードかっこよ、これはかっこいいですけど、はい、ということで、今日はこちらのカードについて詳しく見ていきたいと思います。いやはい、これフレーム見てください。いや、ちょ昔のやつです。間違えちゃって違うんです。これでいいんですよ。いいんですか？下手なくなり3回目やらないよ、これは。そうですね。コマラの自然のクリーチャー、まあ、5000ですね。ワンケングレーを焦げて役のフレームモンスターに入れられたモンスターと、はい、まあ、いうことで、このカードちょっと先に説明しますと、はい、ケングレー王って昔いたんですよね、はいはいはい、タップすることで、タップトリガーで進化クリーチャー乗っけて、うん、はい、どん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 強くなっていくっていう、ね、はい、ギミックのカードがありまして、うん、ありましたね、それの急に出てきた別派生でございます。おー、あれと組み合わせて使えるわけよ。名前が同じなんでね。あ、なるほど。しかもでもそれだけでございませんで、新しい能力もゲットしてる。ネオクリーチャー。おお、来た。ネオだ。ネオだ。ネオだ。はい、でネオ進化、自分のクリーチャーまだ名前にケングレオンとあるクリーチャー一体のように置いてもよいと、うん、はい、で自然かケングレオンだったら文明をまたげると。なるほど。でこのクリーチャー出たら金色のものを1枚もあなたに置く、うん、でこのクリーチャー攻撃する代わりにタップで次の能力を使ってもよい。おお、タップルタップルね。自分の山札を見る、その中から名前にケングレオンとあるクリーチャー一体このクリーチャーの上に置いてもよいと、そしたら山札ということで、ケングレオン慣れちゃうと。しかもネオなんで、うん、進化元でやべえって時はとりあえず出しといて次のターンタップ見て戻ってくるんですね。すごい。そう、すごいよ。このフレームの時代ネオなかった。ない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 。ただ、はい、大丈夫です。はいはい、はい、こちらのケングレオンの新しいやつ、はい、ね、これ、はい、木の10マナバー1万1000ケングレオン大天使をフレームモンスター、はい、進化名前にワンケングレオンをたるクリーチャー1体の上に置くと、ワンケングレオン、今までのワンケングレオンを使います、はい、侵略、え、侵略です、はい、ワンケングレンゴ、つまりワンケングレンゴがアタックしたらこれを上に乗っけていいよ、おや、侵略ですよ、侵略ですね、弱くで侵略ですね、でダブルブレイカーと、これに出た時相手のクリーチャーのパワーが合計5000以下になりをつけないから選び破壊すると、その後自分の手札を1枚捨ててもよい、そしたら自分の山札から、5枚を見てその中から2枚を手札に加えると、残りを、好きな順番に山札に下に置くと、うん、いうカードですね、はい、結構効果もなかなか破壊プラス手札ポジションで強烈な効果も、かなり見れますね、そうそうそう、5枚見て2枚、うん、なんか侵略だからね、うん、これネオで出して、まあ、これも能力使ってもいいしアタックして受けてもいい、これまさかねこの時代にケングレンオデッキが強化されるとは誰が思ったんでしょうか、ちなみにこれで終わりじゃないです、おお、詳しい方はもちろんご存知、あと2段階あるんですよ、はいはい、あと2段階あるんですけど、この第4段階です、はい、全体流行にも新カードがどうもね、あら、パラレルマスターズ入ってるらしいと、あいうことですね、ケングレンオファンの皆様ご期待ください、見てください、知ってたケングレン、名前だけ知ってたって感じ、すごい
結構ね、マイナーとは言わないけど、まあ、昔のデッキなんで、うん、とんでもないマナこそないです。そうなんです、25マナですよね。25マナになりますので、やっぱデュエルマスターズメインデッキに入るマナこそで大きい順にしたときに結構上の方に来るじゃないですか。だから、なんかなんとなくデュエマオタクをしてる。皆さんご存知ですか。結構たとんでもないくじだったんですけども、ね、まさか今日が来ると、うん、かなり動き自体もね、面白くなってかないかなと思います。すごいですね。はい、テングレオンデッキ組んでみたいですね。新しいのとね、組み合わせるの、古いの組み合わせるのと見るし、新しいのだけで組んでチアリク打ちますけどね。はいはいはい、ね、新しいの組み合わせるの、ね、マナは削れないんだよ。マナはいやいや削れないかもしれない。これの専門家ってわけじゃない。違う、何でも好きです。僕は何でも好きですけど、10オタクだったんで、皆さん難しいな、攻められると弱いね。難しいですね。いや、ということでね、こちらのカードは2月パラレルマスターズに収録されております。ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、はい、ということで、明日紹介されるカードはどのカードなんでしょう。明日紹介されるのは能力がない。あら、お能力がないカードに関係してるのかな。使えねえじゃないか。使えるんですよ。どういうことだろう。気になる。なりますね。はい、ということでね、こちらの新カード情報解禁祭、まだまだもう少し続きますね。はい、まだまだもう少し続きですね、部長。まだまだ続きよって5分ぐらい終わるね。ありますよ、はい、ということでね、この YouTube と YouTuber さんたちのチャンネルで新カード情報出ておりますので、うん、はい、ぜひチェックしてください。はい、本日はフェアリーチャンネルさんのチャンネルで新カード情報解禁されますので、ぜひご覧ください。お願いします。フェアリーチャンネルの登録もね、はい、僕と一緒にお願いします。僕と登録。はい、ということで、その動画面白いと思った方はチャンネル登録もよくやるしかないです。はい、はい、はい、それでコミュニティ投稿の方にはアンケートなど様々ございますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画はここまで。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではグッジュンマターバイバイ。レンジ。